日本海沿岸都市対決最強都市決定戦。日本海沿岸都市対決、今回はいよいよ最終回、つまり最強都市決定戦です。勝ち抜いてきた30万未満都市は福井県福井市、新潟県長岡市で、対するは新潟県新潟市、石川県金沢市、富山県富山市、秋田県秋田市となります。どんより証拠の10連戦で実証していきます。1試合目、建築床面積は新潟市が高い、人口密度は新潟市が高い、課税対象所得は新潟市が高い、地下診療所数は新潟市が強い、製造業荒深活躍は富山市が高い、年少人口は新潟市の勝利。新潟市の圧勝です。2位は金沢市。2試合目、小売業従業員数は新潟市の勝利、小売業売り場面積は新潟市の勝利、小売業年間商品販売額は新潟市、小売店数は新潟市が高い、出張数は新潟市が高い、経常収支率は金沢市。新潟市の勝利です。2位は金沢市。3試合目、農林漁業売上は新潟市が強い、金融保険業売上は金沢市の僅差勝ち、複合サービス業売上はデータ不足、飲食店数は新潟市が高い、農業畜産は新潟市が高い、一般診療所数は新潟市。新潟市の圧勝です。2位は金沢市。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1で計算していきます。明確すぎる新潟市、金沢市、富山市の 1-2-3 です。4試合目、小売店数は新潟市が高い、人口密度は新潟市が高い、小売業従業員数は新潟市の勝利、生活関連娯楽業売上は新潟市が高い、小売業年間商品販売額は新潟市、1万人当たりの指数は金沢市。新潟市の勝利です。2位は金沢市。5試合目、製造業現金給与総額は富山市が高い、製造業荒付加価値額は富山市が高い、実質交際比率は長岡市、農業産出額は新潟市が強い、卸売業年間商品販売額は新潟市、15歳未満人口比は金沢市。富山市が接戦を制しています。1点差の2位は新潟市。第5試合終了時点の順位、富山市が調和を生み出すも上位陣の順位は変わりません。6試合目、1万人当たりの歯科医師数は新潟市の勝利、加重人口密度は金沢市の勝利、製造品出荷額は富山市が高い、ゴミのリサイクル率は新潟市の僅差勝ち、宿泊飲食業売上は新潟市が高い、金融保険業売上は金沢市。新潟市の快勝。2位は金沢市。第6試合終了時点の順位、秋田市、福井市、長岡市のボトムハーフの争いも熾烈になっています。7試合目、財政力指数は金沢市の競り勝ち、建築床面積は新潟市が高い、小売店数は新潟市が高い、年少人口は新潟市の勝利、サービス業売上は新潟市が高い、卸売業年間商品販売額は新潟市の僅差勝ち、新潟市の勝利です。7点差の2位は金沢市。第7試合終了時点の順位、上位陣の安定感がすごいです。8試合目、製造業従業者数は富山市が高い、一般病院数は富山市の僅差勝ち、工業売上は長岡市が圧倒的、製造品出荷額は富山市が高い、加重地入間人口密度は金沢市の勝利、昼間人口密度は新潟市の勝利。新潟市の勝利です。2位は富山市。第8試合終了時点の順位、福井市が4位浮上、富山市が金沢市との差を9にしています。9試合目、人口密度は新潟市が高い、昼間人口比は福井市の競り勝ち、財政力指数は金沢市の競り勝ち、小売業売り場面積は新潟市の勝利、地方税は新潟市の勝利、実質交際比率は長岡市、金沢市の快勝。2位は新潟市。第9試合終了時点の順位、金沢市が勝利し2位を確定させています。最終戦、卸売業従業員数は新潟市が高い、建築工事費は新潟市が高い、加重地人口密度は金沢市の勝利、製造品出荷額は富山市が高い、製造業従業者数は富山市が高い、
インフラ業売上はデータ不足。新潟市の勝利です。2位は富山市。全10試合の最終結果が出ました。新潟市勝ち点94、金沢市勝ち点64、富山市勝ち点50、福井市勝ち点16、秋田市勝ち点10、長岡市勝ち点10。圧倒的な政令市新潟市が8回1位で優勝。2位は6回2位の金沢市、3位は6回3位の富山市となりました。金沢市と富山市も運次第で新潟市も勝てるといった形でした。4位争いを制したのは6位が1回だった福井市、秋田市と長岡市は6位4回が響いて5位と6位です。新潟市が優勝で幕を閉じましたが、大会を通じて富山県、石川県の強さが目立ち、鳥取県、新潟県、福井県が続くといった形になりました。東北や北近畿が振るいませんでした。そして今更の懺悔になり申し訳ないのですが、倉吉市が本当は海に面していないので参加対象外でした。痛恨のミスです。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。